ナルコダム。ナルコダムは、宮城県大崎市、一級河川、北上川、水系愛川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、高さ94.5メートルのアーチ式、コンクリートダムである。愛川の治水と水力発電、大崎高度の利水を目的とした、特定多目的ダム。 ダムによって形成された人造湖は荒尾湖と命名された栗駒国庭公園に指定されている。また、複雑なカルデラ地形の地に外国の技術者を招かずに日本の技術者だけで建設した日本初の100メートル級アーチ式コンクリートダムであり2016年度土木、学会戦勝土木遺産に認定され、ナルコダムが建設された八重川は 北上川の旧流路である旧北上川に合流する、宮城県最大の北上川水系の河川である。荒尾岳北東を水源として、荒尾岳を囲むように流れ、ダム地点を通過後南東に流路を変え、途中大崎市古川に置いて成瀬川に通じる、放水路、新江江川を分流した後旧北上川に合流する。ダムは、なる故郷のある大谷川が、 エアイ川に合流する地点の直上流に建設された。ダム建設時の所在地は、多摩造り郡鳴子町であったが、平成の大合併により、大崎市となった。ダム名は、旧町名である、鳴子町から取られている。すぐ下流には、東北有数の温泉郷、鳴子温泉がある。旧北上川に合流する河川として、波間川に並ぶ大支線、大四川、エアイ川は、 宮城県の国倉地帯を潤すが、古くから、スーたの反乱を繰り返してきた。1931年、昭和6年よりエアイは改修工事が開始され、引き包みなどが行われるようになったが、さらなる河川改修を図るべく、宮城県土木部は1941年、昭和16年より、エアイガ赤水統制事業の一として、現在の地点において、 実施計画調査を開始したが戦争の激化により中断となった。戦後1947年、昭和22年のカスリーン台風、翌1948年、昭和23年のアイオン台風で北上川水系が、そういうの大洪水を受けたのを機に、建設省、現、国土交通省東北地方整備局は1949年、昭和24年に、 北上川上流海底改修計画を策定し、北上川上流部の北上川五大ダム計画を進化。一方、北上川水系に属するエアイ川は、北上川とは別個に、かつ成瀬川水系と合一で海底改修計画の指定河川となった。これは、岩手県内と宮城県内で、治水事業を分割する方針であったと言われている。エアイ川、 ナルセ川海底改修計画に基づきエアイ川、ナルセ川に多目的貯水地による洪水調節を図ろうとし、エアイ川のダム計画を継続する一方で、ナルセ川には内野ダム計画をめた。ちなみに、その後ナルセ川ではダム地点の変更が幾度か行われ、最終的に1973年、昭和48年から地水ダムとして、漆沢ダムの建設が進められ、 その後補助多目的ダムに事業を変更され1980年昭和55年に完成している。こうして進められた海底改修計画は北上川流域が1954年昭和29年北上特定地域総合開発事業の指定地域となったことからさらに総合的な河川開発が強力に推進されるようになった。 北上川水系の総合開発を計画する建設省は岩手県下では北上川総合開発事業、キロボルトアンペア、宮城県下ではエアイ川、こういう川総合開発事業を進めた。この中で宮城県が計画していたダム計画を継承し、ナルコダム建設事業として1951年、昭和26年に実施計画調査を開始したのである。なお、 宮城県内の北上川水系におけるもう一つの主要支線、浅間川に関しては、宮城県土木部が、佐古川総合開発事業として、花山ダム、浅間川の建設に着手している。ダムの高さは94.5メートル。形式は、アーチ式、コンクリートダムである。アーチ式、コンクリートダムの施向は、三津ダム、日川元川。島根県。 ウェイシーバダム、耳川本川。九州電力株式会社に次いで、国内三例目であった。ナルコダムは前述の二ダムと異なり、日本人のみで建設された初の、純国産アーチダムである。1951年、昭和26年に建設が開始され、1958年、昭和33年に7年の歳月をかけて、完成した。目的は、洪水調節。 不特定利水及び東北電力株式会社による水力発電である。ダムは紅葉で有名な、鳴子峡や小消しで有名な欧州三名島の一つ、鳴子温泉にほど近く、ダム湖の交友港を含め、栗駒国定公園に指定されている。ダム左岸を通る国道108号は、千秋山ラインとも呼ばれ、上流に進むと、鬼神戸温泉を経由して、 秋田県湯沢市に至る JR 陸羽東線ナルコ温泉駅からも至近距離にあり多くの観光客が訪れる特に春の新緑の時期には雪解け水によるダム天場からの放流が見られるがすだれのように静かに水門を描きながら放流する姿はすだれ放流と呼ばれている5月5日まではダム直下流に鯉のぼりの泳ぐ姿も見られるがすだれ放流と 鯉のぼりの泳ぐ姿が重なり、さながら鯉の滝のぼりのように見えるという写真参照。すだれ放流は GW の3日間のみ行われ、写真家やダム愛好家がこの光景を一目見ようと多く訪れる。秋には、鳴子峡から公遊湖に至る絵絵川一帯が鮮やかな紅葉に包まれ、東北随一の紅葉の名所として多くの観光客が訪れるが、 国道108号は激しく混雑するのでよう注意である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。